はい、今日はね、なんかどうやらかなりバズってるイベント、去年くらいから、まあ、結構来てるんやけど、その水鉄砲大会、これちょっと初めてエントリーしてみて、ワンキッズのね、かなり同日開催で、しかも午前の部午後の部らしいんやけど、もうなんかすごいらしい、めちゃくちゃ面白いらしい、てか面白そうやね、大人も参加していいみたいな、まあ、うちの子供さんにはもちろんもう行く前からハマってるし、何か起こりそうやし、スプラトゥーンもまあ流行ってるけどね、ちょっと、潜入して俺も楽しんでいきたいと思います。はい、このカンカン照りの中で今から水鉄砲戦争が始まると、っていうかね、200人くらい、どうもこの日曜の午後が結構多いらしい。ちょっとルールもわからんけど、とりあえず赤組で黄色組をちょっとこうなんかやるらしい。くっそ楽しみで、結構ね、幼稚園の、仲間たちとやるけね、またそれも楽しい。さあ、もうすぐ開会式、結構人集まってるね。接着する、これは今日なしでお願いします。しっかり前から見えるようにお願いしますね。これで打ってもらえたらと思います。まあ、こんな感じ、水かけが剣、よーい、じゃあどうぞ。ハハハハ。